それでは、生活を問うと山本太郎と仲間たちの小沢代表との会談についてご報告をさせていただきます。冒頭ですね、私の方から先日私どもが発表した戦争法廃止の国民連合政府についての提案をさせていただきました。これは3点でございます。戦争法の廃止、安倍政権打倒のためにさらに戦いを発展させる、それから戦争法廃止の国民連合政府を作ろうと、そして3つ目はその政権構想で合意した野党が選挙協力を行うと、この3点でございます。で、小沢代表の方からですね、その上でご発言がございました。で、小沢さんの方からはですね、共産党の提示した3点は私たちも理解を同じくしますと、特にその目的を達成するために選挙協力を行うことは従来の方針の大転換であり、その決断を高く評価しますと、こういう評価をいただきました。で、その上でですね、安倍自公政権ではいけないと、この政権では危ないと、それを変えようとする勢力が、大義のもとに大道について参議院選挙、衆議院選挙を戦えば必ず国民の支持は集まると思うと、今日の市議の話を聞いて一層その感を深くしていますと。それで、その上でですね、みんなが手を携えて、選挙を戦い、選挙に勝ち、政権を打ち立てようという目的に向かって自分も努力していきたいということをお話がありました。で、今後も緊密に連携し具体化のために努力していこうということで、今後ともそういう今後そういう力を合わせて目的達成のために努力しようということで終わりました。ですから小沢さんとはですね、私どもの提案の3つの点について、全面的な合意に達したということで、大変嬉しい結果だと、心強い結果だと思っております。以上です。そうですけれどもね、これはもう2党だけというよりも、私たち、まず民主党さんに呼びかけ、社民党さんにもお話し、今日は生活党と、そして維新の党にもですね、しかるべく呼びかけさせていただきたいと思っておりますので、やっぱりまずはですね、そういう政党との間で、このまず大枠の政治的な合意に達するということを、まず私たち、引き続き努力してみたいと思っております。その上でね、政策の調整とか、あるいは選挙協力の内容に入っていくという段取りではないかと思っております。今日小沢さんとの会談では、この今の日本の圧倒的多数のこう国民の声に応えて、多くの国民が野党よまとまれと言っているこの民意に応えて、そしてやはり今の日本の政治は立憲主義の土台が崩されかねないというね、非常事態にあると、そういう認識に立って、私たちも変わらなければならないという思いで方針を決めたということもお伝えしました。それに対して小沢さんの方から、その決断についてですね、高く評価するというご発言もあり、大変私としては今日の会談も心強い思いであります。